おじゃる丸さんは草食系男子、猫草を切らした時は再生豆苗が早くて安くて便利です。はい、どうも皆さんこんにちは、飼い主です。うちのこのおじゃる丸さん、猫草食べるのが大好きで、いつもはねベランダで栽培した猫草をあげてるんですけど、この猫草ね、ここにちょっと種持ってきてるんですけど、原材料塩爆って読んでいいんですかね、カタカナの塩に麦の感じですね。なのでまあざっくり言って麦です。その麦の若葉を育てて猫とか犬に食べさせると、胃もたれや胸焼けを解消させてあげられたり、まあ、猫だったら毛玉のコントロール、毛玉吐き出させるのにいいっていう、まあ、そういうものです。で、まあ、これを育ててるんですけど、このね寒い時期ってねなかなか育たないんですよね。種まいてもなかなか芽が出ないし、芽が出てからも食べ頃サイズ、そうだな、おじゃる丸が好きなのは、10センチちょっと育ったぐらいのが一番食べるんですけど、そこまで育つのに時間がかかるんですね。でどうしても猫草のない時期っていうのができてしまって、まあ、私がちゃっちゃと計画的に植えていけばいいんですけど、ちょっとね忘れてたりめんどくさかったりとかして時期が空いちゃうんですよ。でそういう時に便利なのがこの豆苗。まず豆苗買ってきます。一回人間食べます。そしてお水を入れて日向に置いとくと、こうやって伸びてくるので、それをあげてます。でね、別に買ってきてすぐのあげてもいいんですけど、これね今わかりますかね、ほとんどね食べてないんですよね。食いちぎってペッ、食いちぎってペッで、まあちょっと口の中に入るかなって、なんかその食いちぎる感触とこのちょっとかじった時の青臭さ、これをね味わってるだけのようで、猫草の時はねシャコ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 全部飲み込むんですけど、ほとんど豆苗の場合はねもうほんとちぎって遊んでるだけって、そんな感じですね。なのでまっさらのやつをあげちゃうとねちょっともったいないので、まず人間が美味しくいただいた後、2回戦目ね、豆苗の袋にもねもう一回切った後お水あげて置いとくと伸びてくるんで、2度目もお楽しみいただけますって書いてあるんですけど、うちの場合2度目は猫ちゃんが楽しんでますね。ほら食いちぎって散らばってるじゃないですか。もうこんな感じなのでね、もう1回目からはあげません。あとそうですね、猫草の代わりにあげるものって言ったら水菜ですかね。お鍋なんかした時のついでにね 2,3 本あげるんですけど、これもねさっきの猫草と一緒、猫草じゃない、なんで言い間違うんだろう、豆苗と一緒でちぎってはペッ、ちぎってはペッってするだけで、あんまりお口の中には入りません。遊んでるだけですね。それでもねなんかそういうのでちょっと満足するので、猫草がなくてもそういうのでごまかしつつ、もうちょっとねあったかくなってくると猫草もバンバン育ってくるので、大きめのプランターにねガサッと育てて、もうおじゃる丸ベランダに出して好きなだけお食べっていうサラダバー状態にしてね、猫草を楽しんでもらおうかなって思ってます。まずは、花粉が止まないとベランダも出たくないんでね、そこからですね。では